じゃあ、時間となりましたので、第10期の松竹大学の授業を始めさせていただきます。ご起立願います。ご起立願います。皆さん、おはようございます。よろしくお願いします。どうぞ。今日からですね、司会の方を務めます、支援センターの伊勢田といいます。よろしくお願いします。これから5回ぐらい私が担当して司会をさせていただきます。で、今日はですね、大阪狭山市の市民生活部生活環境グループの課長さんをはじめお三人に来ていただいて授業をしていただきます。ご紹介をお願いしておきますと、一番右からの方が課長の高橋さんでございます。高橋でございます。どうぞよろしくお願いします。それから主査の米田さん。米田です。よろしくお願いします。同じく主査の中尾さんでございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、それじゃ早速もう始めていきたいと思いますが、ちょうど私はですね、実は途中の授業もちょっと担当することになっておりまして、このチラシの真ん中辺に書いてあります講師の中の一人でございます。そういうことでよろしくお願いします。じゃあもう早速授業に入りたいと思います。ごみ減量対策の解説ということで、生活環境グループの高橋課長、よろしくお願いします。はい、